いらっしゃいませ。それゆえようこそ。本日は店内でお召し上がりですか、お持ち帰りでしょうか。こちらがメニューになりますのでどうぞ。ウェルカムティーのサービス始めましたのでどうぞ。本日はダージリンのファーストになります。ファーストが気に入ったならセカンドもおすすめよ。ダージリンの本当の味がわかるならセカンドがいいわ。期間限定のフルーツショートケーキとも相性抜群ですよ。チーズケーキやチョコレートケーキ、味の濃いケーキもバッチリです。おい夏、配達用の箱をバックヤードから出してきてくれ。その後でエロを5箱、M を10箱組んどいてくれるか。任せといて、50でも100でも組んじゃうよ。保冷剤も用意しとくから、細かい作業はお姉ちゃんお願いね。あ、あずき、さっきネット注文があったから追加お願い。伝票はプリントアウトしておいておくわね。誕生日用のケーキのご注文ですね。こちらのメニューの中からお選びくださいませ。お祝い用のネームプレートのサービスはいかがですか。こちらに名前とメッセージをいただければ無料でお付けいたします。お姉ちゃん、プレゼント用のリボン掛けお願いします。リボンはピンクのストライプで、ここに置いとくね。おう、すぐやっとくわ。ナッツはお客の対応頼むぞ。私はサンデーの準備してくっから、何かあったら呼んでくれ。はい、ソレイユです。ご注文のご連絡でしょうか。パーティー用のご注文ですね。ケーキはお決まりですか。ご主人様、オレンジのクラシックショコラタルトとフルーツメンヘルとストロベリーのスカルポニッシュクリームがもうないです。こんなブラックロードを強いられることになるとは。正直猫の手でも借りたい。でもでも、ご主人様がウハウハになったら私たちもウハウハだからね。松阪牛1頭と大間の本マグロ1本を夢に頑張りたいと思う。冗談ですよ、冗談。ショコラたちはご主人様が可愛がってくれれば満足ですから。ゴロゴロー、コロ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 、にゃーん。子犬猫は心も体も持て遊ばれる運命。都合のいい猫になってしまうのは仕方ない。はーい、任されましたにゃー。箇所、チョコレートフルーツサンデーの仕上げ確認頼むわ。歌唱の真似してるだけなんだから、物覚えも何もねえだろ。てめえで考えてやってるわけじゃねえし。まあ、給料分くらいは役に立ってんなら何よりだけどな。にゃーん、にゃーん。お姉ちゃんは褒めてもらえるの嬉しくて毎回毎回店に来てるくせに。おいナッツ、おめえ適当なこと言うなよ。確認は仕事の基本なだけだし、客に下手なもん出すわけにいかねえだけだし。いいじゃんいいじゃん、照れないの。にゃーん、にゃぐる、にゃ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 。僕たちは恋猫なんだから、好きな人に褒めてもらいたいのは普通でしょ。別に褒めてもらいたいからやってるわけじゃ。まあちょっとは
あるけどよ。でも別にそれが主目的ってわけじゃ。そう言ってくれんなら。僕も頑張ってるって褒めてほしいな。にゃー、お兄ちゃんに褒めてもらうとやる気出るな。出まくっちゃうな。やる気はいいけど、無理してミスんなよ。お姉ちゃんがいるから大丈夫。よーし、頑張るぞ。じゃあ、サンデー客に出してくっから。何かあったら呼んでくれ。はーい。はぁ、ああやってイチャつくの、ほんとやめてほしいわ。仕事中っていうの分かってんのかしらね。どいつもこいつも。まあまあ、ついた惚れたは仕方のないことだから。めいちゃんだって恋を知ったらああなっちゃうかもよ。ないわー、ないない。なるわけないでしょ、このあたしが。あんなふぬけになるくらいなら恋人なんていらないし。めいちゃんはほんとクールな猫だね。でもだよ、そんなめいちゃんがデレデレになるのがいいっていうか、デレるどころかトロトロのぐちょぐちょになって、トロトロのぐちょぐちょに。ああ、ダメ。そんなのシナモン震えちゃう。あんたも営業中だってわかってる。近寄らないでくれない？にゅーん、にゅーん、にゃにゃにゃーん、にゃーん、ゴロゴロゴロ、にゃーん、にゃ、ゴロ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 。シナモンの万年発情期にも困ったものですね。個性とはいえ、アーモを潤われてるとちょっと迷惑というか。でも、ショコラとバニラの成長は言うまでもないですが、小豆とココナッツも兄様のおかげで成長しましたね。シナモンももう少し大人になれば、いろいろと落ち着いてくれるでしょう。ええ、そんなものです。メイプルもツンツンして、まだまだ子供ですしね。あ、そうだ、いっそのことシナモンもメイプルも兄様の恋猫にされては。あずきもココナッツも兄様に大人の階段登らせていただきましたし、シナモンもメイプルも兄様の寵愛を受けたら成長するのでは。ゴロ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 、にゃ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 ー。いいえ、きっと兄様には何かそういうフェロモンとか成分が出てるのですわ。これはもうとりあえずシナモンとメイプルに既成事実を作っていただいて、私の猫によるしぐれ包囲網で兄様をがっちりお守りするしかないですね。毎日猫6匹による情愛レポートがひっきりなしに届く日々。素晴らしい、素晴らしいの一言ですわ。採用、ぜ
ひその方向で採用いたしましょう、兄様。今のはちょっと口が滑りましたね、いろいろと。でもいいのです、兄様は気にされないでいいのですよ。兄様は常に太陽として私たちを照らしていてくださいませ。のこと知ってるのかい、お嬢ちゃん。うん、毎日ブログで見てるから。ブログにある動画も見てるよ。ブログってあれだ、しぐれちゃんがやってるやつだ。そうそう、しぐれちゃんがやってるブログ、毎日楽しみに見てるの。それはそれは、なかなかコアなソレイユファンだね。なでなでしてあげちゃおう。なでなで。わあ、あずきちゃんとココナツちゃんもいる。わーい。うわ、なんだおめえ。そりゃいるだろう、店員なんだから。それよりあんま大声で騒ぐなって、他の客に迷惑だからよ。ちょっとお姉ちゃん、小さな子に向かってそんな言い方ないでしょ。にゃははあずきちゃん口悪い、ちっちゃい、あはははなんかすっげえ煽られてんだけど。猫パンチを見舞いしていい事案だろこれ、社会勉強として。ダメだってば。こらえてこらえてよお姉ちゃん。お店が一発で潰れる事案になるよ。こらえてお姉ちゃん。ああ、シナモンちゃんとメープルちゃんだ。あっちにシナモンちゃんとメープルちゃんもいる。うわ、メープルちゃんかっこいい、超綺麗。へえ、なかなか見る目あるじゃないこの子。紅茶ちょっといいリーフ出してあげてもいいわね。シナモンちゃん、あれやって、あれ。シナモンちゃんが潤っちゃうやつ。そんな今すぐ潤えって言われて潤えるものじゃないっていうか、小さな子の目の前でやるようなことじゃないっていうか。できないの？いつも動画でやってるのに、私の前じゃできないの？できるよ。できるからそんな泣きそうな顔しないで、ね。見ててね。それじゃあ、シナモン、うるおっちゃう。すみません。ちょっと目を離した隙にこの子が先にお店に入っちゃって。おお、お母さん、この子のお母さんですにゃ。はい、この子がいつもブログでソレイユの皆様を拝見していて大ファンで、どうしても連れてってほしいって言うから今日は大阪から横浜まで来たんです。大阪、大
すべきショコラ。その適当なノリは嫌いじゃない。おー、いらっしゃいいらっしゃい。あんたがこのバカ娘の母親か。とりあえず娘の代わりに一発猫パンチを。とにかく、すごく遠くから来てくれたっていうことだよね。みんなの名前まで覚えててくれてありがとう。それなら体張った甲斐がありました。そこまで無理するなら普段からやらなきゃいいのに。久しぶりに死にたい意味で恥ずかしいって思えたよ。まあよく頑張ったわね。ああ、カショウさん、店長のカショウさんだ。猫ちゃんたち、いつもブログで見てたから。通販でケーキ食べたこともあるよ。カショウさんのケーキ、すっごくすっごく美味しかった。はい、ありがとうございます。ご主人様、さっきの女の子とお母さんからオーダーです。決められないからご主人様のおすすめくださいとのことでした。オーダーって言わない気がするけど、よろしく。わかったわ。ちょっとサービスしてもいいのよね。了解、任せといて。兄様、手伝えることはありますか？ブログですか？兄様。はい、きっとあの子も喜ぶことと思います。せっかくですから、猫たちと撮った写真を使ってもいいか伺ってきますね。ごちそうさまでした。また来るからね。え、また来てね、約束。その時は私の作ったケーキをご馳走しちゃう。うん、約束。絶対にまた来るから。いろいろと本当にありがとうございました。いつも拝見してるブログにも載せていただいてしまって。いえいえ、それは兄様の、ご本、店長のお礼の気持ちですから、これからもご贔屓にお願いいたします。はい、娘も本当に喜んでいますので、ぜひ、またお伺いさせてください。わざわざ遠くから訪ねてくれるなんて嬉しいですね。兄様、私実は余計なことをしてるのかなと思ったこともありました。兄様は美味しいケーキを届けたくてされているだけなのに、私が宣伝をしたせいで
猫の働くパティスリーとして有名になってしまって、それは兄様の目指していたものとは違うのではと。でも兄様の笑顔を見て、足を運んでくださるお客様の笑顔を見て、私がしたことも間違いではなかったのかなと、そう思いました。兄様、はい、兄様の夢のお手伝いができること、本当に嬉しく思っています。人の笑顔は本当に嬉しいものですね。兄様がケーキ作りに尽力されているのが少しだけ分かった気がしました。はい、このしぐれ目にお任せくださいませ。必ずやこのソレイユを世界一に導いてみせます。ショコラ、バニラ、ソレイユの宣伝のために可愛い写真を撮りまくりですのよ。そして集客力アップ、まずは手始めに超高層兄様ビルを建設するのです。おお、よくわからないけどしぐれちゃんが燃えてる。ガッテンだ、任せて。よくわからないけど。目指すは世界一、いえ銀河一の最強のパチスリー。しっかりとついてきなさい。